こんにちは。今回はペチュニアを底面給水で育てていこうと思っています。底面給水でペチュニアを育てるのは初めてですが、この前よく行くダイソーさんの園芸コーナーの鉢売り場で大量に底面給水用の鉢が置かれていて、あれ、今までこんなに底面給水ポットが置かれているのを見たことがなかったので、ダイソーさんにこんなにたくさん置いているということは底面給水流行っているのかなと思い、数個購入してきました。で、今回は3つのやり方で底面給水でペチュニアを育てたいと思っています。1つは普通に鉢皿に水を入れてその上に鉢を置くやり方と、もう1つはこのダイソーで買った底面給水の鉢で育てるやり方と、あと1つはいろいろとネットで調べていると、 PW さんがアクアセルというウレタンでできている底面給水の商品を出していて、 YouTuber の古谷さんなどが紹介しており、面白そうだったのでネットで PW さんのアクアセルキューブと古谷さんの激アナさんでアクアセルを2枚購入してみました。まず1つ目の鉢の下に鉢皿を置いて鉢皿に水を入れて育てるやり方です。このペチュニアは10日間毎日1日分の水を入れて底面給水で育てています。10日間、このペチュニアたちは問題なく育っていて、相方の妻のマキちゃんには根腐れや徒長するからダメだよと言われていたのですが、僕はうまくいく気しかしなかったので、大丈夫、絶対うまくいく自信があると入れ始めましたのですが、17日目で諦めました。で、これが17日目のペチュニアです。うまく育っているペチュニアもありますが、サントリーフラワーズのコウメちゃん、いちごシェイク、ルリーロカザグルマはいい感じに育っていますが、エドチボリは徒長気味です。これはコメリブランドのイージーウェーブイエロー、そして隣はコメリブランドの PW さん製造のタフジュニア、かなり徒長しています。そして三好さんの夕焼け小焼けという品種、こちらもかなり徒長してしまいました。こちらの三好さん M&B フローラーさんのカプチーノは徒長もせずにこんもりと育ってくれています。カプチーノは栄養系ペチュニアといって、ものすごく強いペチュニアでとても育てやすい品種です。水を与えるときはかなり気をつけていたつもりで、鉢の表面の土の乾き具合を見たり、鉢を持ってこのぐらいかなと思う量を水を入れすぎないように気をつけていたつもりなのですが、難しかったですね。結構自信があっただけにへこんでいたのですが、マキちゃんから経験値が増えてよかったやんと軽く言われ、まあそうかと思うようにしました。で、徒長したペチュニアをこのまま置いておくのは良くないので、満開に近いペチュニアも切り戻しをしてリセットをすることにしました。見た感じ切り戻しでまた良い状態に戻りそうなので、今度からはこの鉢たちに関しては底面給水はもうやめて、普通に鉢の表面が乾いたら上から水を与えるようにします。こんな感じで M&B フローラさんのカプチーノ以外は全部切り戻してみました。また数週間後に満開になってくれると思います。次はダイソーで見つけた底面給水用ポットです。6号鉢、5号鉢は200円、4号鉢は100円で売っていました。この四角い穴から水を与えていくようです。で、鉢は二重になっていて、内側の鉢はこのように下の飛び出ている部分から水を吸い上げて底面給水をします。その上の穴は空気が土に入るように通気口になっているようです。で、植え付けをするのですが、冬に挿し芽をしたペチュニアを使いたいと思います。これはサントリーフラワーズさんのコウメちゃんです。このコウメちゃんを使って底面給水をやっていこうと思います。で、
こういう感じで6号鉢に植え付けました。あと土と苗をなじませるために最初だけ上から水を与えて、あとは下からの水やりをしていきます。なんか徒長しそうな感じで怖いですが、水やりの時は水を入れすぎないように気をつけながら底面給水をしたいと思っています。最後に底面給水用に BW さんが開発したアクアセルを使いたいと思います。アクアセルはアクアセルシートとアクアセルブロックの2種類が販売されており、 BW さんのネット通販か激花さんの通販で購入できます。このアクアセルシートは BW さんのネット通販で売り切れだったので激花さんで購入しました。ブロックの方は BW さんで購入しています。1枚250円ほどで安いのですが、送料がかかってしまうためちょっと高く感じました。後にホームセンター園芸店でも販売してほしいなと思っています。アクアセルシートは自由にカットできるため、鉢皿の大きさに合わせてカットしていきました。水を与えるときはアクアセルシートよりも水が上に来ないように水を入れてあげると良いらしいです。そうすることで欲しい分だけの酸素を含んだ水を根から吸い上げてくれるので成長が良くなるらしいです。次はアクアセルキューブです。アクアセルキューブは先ほどのように鉢皿の上にキューブを入れて、その上に鉢を置くやり方と鉢の中に入れて使用するやり方があります。今回は鉢の中に入れるやり方でやってみますね。説明書には5センチほどの高さになるまでアクアセルを入れるように書いていたので、そのように5センチの高さになるように入れていきます。で、水やりですが、中に入っているアクアセルキューブよりも水位が上にならないように水を入れておきます。そうすることで先ほどのアクアセルシートと同じで酸素を含んだ水を欲しい分だけ吸い上げるようになっているらしいです。ダイソーさんの底面給水鉢は徒長や根腐れをしそうな感じはしますが、アクアセルの方はうまくいくのではないかと期待はしています。そして12日後の様子です。3鉢とも問題なく育っています。心配だったダイソーさんの鉢は今のところ徒長根腐れもなく育っています。毎日の水やりで水の与えすぎに気をつけて与えているからだと思います。アクアセルの方はアクアセルよりも水位が上にならないように水を与えているだけなので、水やりの心配もなく適当な時間に水を鉢皿に入れています。今のところアクアセルいいかもと使えるかもと思っています。このまま育てていく予定なので、また何かあれば報告しますね。ご視聴ありがとうございました。また良ければ見てみてくださいね。